川上神社。いや偶然じゃない、これ田中くんが見つけてさ、先生か私が川崎におる、川崎におるんやから、おるんやから川上神社行ってくれって言ったんですよ。要するに行けって言うんですよ。だから行きまして、ここあるんですよ。あるんですよ。そしたらね、ここの伝承がまた面白いっちゃ、ここの横にね、川崎町の郷土司会が立て看板つけとってね、でここの神社とね、それからあそこあの雪舟の庭があるところ、ああ魚楽園のね、あの手前の入り口の手前のところにこう小高い丘があって、そこに加藤清正公、ああそうそう、聖書公園やないけど聖書さんの跡があるっていうの、砦跡が、それがねどうもね、ひょっとしたら川上武の砦跡かもしれんとよ。だから川上武、伊織の砦跡かもしれん。いや加藤清正っていうのは最初分かんなかったのよ。いやなんか僕も樋口さんそのあの会に入ってますからね、で建てたりしてるんで、聖書庫のがあるじゃん。そう、聖書庫の伝承があるっていうの、川崎にそれがあるっていうのはちょっとおかしいよ。いやだって加藤清正は来たって記録はないのよ。うん、でそうなるといよいよもって、いやこれは清正じゃなくて誰かもっと昔の人やったのとしたら、ここの神社と合わさるとね、でここの神社にやっぱり大物主がちゃんと祀ってあるんよ。あ、別に行ったのよ、ちゃんと、うん、最初に見えたのよ、こう中開いて。あの、夕方に行くと何かありました？ない。ちゅうたらもうあれだ、郷土司会に聞けば分かるよ、これは。ここ聞いても多分ダメ。いや、分かりますよ。そう、なんでそう、だからあの、ね、清正公の砦がね、その御楽園の前にあんのかと、もう私たちはだからもう頭かしげてね、うん、考え抜いたんですよ。としたらね、やっぱりほら卑弥呼さんが赤村におってよ、大丸の、でその後を継いだ段王がもしこの安宅とか川崎におったとしたらどないなると、この卑弥呼さんの後の段王でしょ。だけど国中服しなかった、そこに初代大和武尊皇であるこの川上武かもしれない段王をやっつけに来たのが倉手の大和大船じゃなかったのかな。日本書紀で書かれてる川上って名前がついた、その土蜘蛛っていうのは全部その初代大和武尊という可能性を私は見て取ったわけです。そしてじゃあ倉手の大和武尊皇の伝承はここに、私は倉手の大和武の本願地と書いてあるんですね。彼の子供や孫がですね、この倉手長子にですね、これだけ書いてあるんですよ。笹田彦の孫、小岩家の三剣王は大和武と、笹田彦の娘常磐津姫の間に生まれた人だ。父君の大和武尊皇に従って統制し、駿河の焼津、さっきやったでしょ、では特に軍功があった。その賞として、褒美として祖父慶光天皇より武部の臣の賞をいただいたほどである。三剣王は帰国の後、渡閣に父の皇の親わしくて、釈の岳及び仁義田の皇の戦勝を祈りたまいし、地なりに、皇を祭りたまい、うんぬんとあると。仁義田の皇が出てくるんですね。いや、これが地元に残ってるんだって。三剣王の巫女、天野岩城、武部の種彦王は父に劣らる武勇の人であったが、巫女、岩木中野王を鎌の薄いの村主となし、鎌の薄いが出てきますね、ここが出てきますよ。巫女天野神奈川彦の王、仁義田の神主となし、今の熱田神社の神主さんが今でも金の川と書いて神奈川宮司さんですね。はい。巫女、筒神の王を、舞岳、釈岳、それから大和武の巫女と笹田彦、三剣王郷氏の神主となし、巫女、玉巫女の王を穂波の郡司となし、巫女大和部の王を菊の司となし、御弟母戸部の王を高葉の主とし、御弟八田の大戸部の王を黒崎の村主となしたも、うんぬんとあるって、こんな伝承が倉手長子にちゃんと乗っかってる。元主典があるんよ。こんな広範囲に大和武尊皇の子や孫がそれぞれ領主になってるんですよ。だからこの長田彦というのはもういわゆる村方さんじゃないで
これ長田彦じゃなくて、これ笹田彦でした。これ調べてみたら笹田彦でした。笹田彦、今あそこに笹田って地名があります。笹田彦ですから、通常は長田彦って言われます。あれ、うん、でも長田彦って書いてますね。長田彦って書いてます、うん、そうです。中田どういうことなの。いやだから倉手の大和たけるがやっぱり、いやだけどですよ、うん、倉手の秋田神社の元宮のあそこの話によると、もう大和たけるがその熊襲征伐をするときに立ち寄った、縁起がいいところで立ち寄ったのは亀のこっち。そうだから、これだったらちょっとまた話が違うから、さっき先生で言ったように2人寄ったらそれが成立するかもしれない。そういうことです。だから私はこの地に来ていろんな各地の伝承を合わせよったら、いや一人も大和たけるじゃこの話はつながらん。この倉手長寿のこれはちょっと始めてみます。いや私の部屋にあるからいつでも見に来てください。これはちょっと、しかもあの倉手長寿は握った神話とまで言い切ってますよ。ということはこれはそのこれ大和たけるって言ってないんですよね。この長田彦の孫のこのこれが大和たける、ここに山竹出てくる、はい、幼い頃です。だって子供たちと子や孫たちがみんなこの土地にいるんだから、大和竹の本願地って蔵ってしか考えようがない。いや、それをいろんな他の伝承から言って大和竹を追った可能性ってめちゃくちゃあるわけです。あります。 あるから僕これ初めて見ました。 でも大事な伝承でしょ。いや、これはちょっと、でこれが来るとですね、どうしてもここになっちゃうんですよ。だからこれ中世の中世の城ですけど、だそれ以前は先生はここに和人は山と島に住んだ、だから山に住んでた一族がいるんですよ、うん、だから先生この前ここ神宮高校に登って、で私はそれが伊都国王じゃなかったかと。でその伊都国の長官なんていう義士和人で伊都国の長官を二木と言うんです。あ、二木ね、二木田津です。この山の下二期です。そうです。だから大和たける、この倉手の大和たけるは卑弥呼の時代の伊都国の一大卒の長官という可能性があるわけです。それは面白い。私はこれを言いたかった。だけど今日皆さんに初めて発表したんです。ここやったとしたらですよ、倉手やったとしたらもう大和大国はもう先生で言うとる。ここです。これが伊都国の中心地です。これが一大卒です。中国の獅子です。じゃあ二期と二義達で一緒ってことですか。そういうことです。まあそれ本当だったらすごいです。いや、そうなってしまった。で実際に上野八剣神社に今も大和竹の御事が祀ってあるわけでしょ。あるんですよ。だってこれの麓の方にやっぱり剣神社があって、八剣神社があって、下宮で今でも最初はこの山の上です。そうですよ。だから当然ここの人でしょ、うん、その多分2代目の大和たけるは倉手の人ですよね。だからあの猪膝から大和たけるの御子が帰っていったっていうけども、土地の人に聞いてもその土地に猪膝に立っても彼は田川から北へ帰っていくんですよ。ここら辺の伝承全部集めても西に帰ったとか東に帰ったとか南に帰ったっていう伝承は全然見当たらないんですよ。北へ帰ったっていうんですよ。あ、だから倉手やろうってやっぱ思ってしもうたんです、田川の土地で。だからこの小川流で一番大和たける伝承、色濃いのここでしょ。色濃いのはここです、はい、とするとこれなんですよ。魏志和人伝、上国入北には特に一大卒を置き諸国を検察せしむ、諸国これを恐れはばかる、常に伊都国に知事国中において獅子のごときあり、中国側のね、で王を使いを使わして、都、それから大砲軍、諸韓国に至らしめ、および軍の和国に使いするや、みなつに望みて走路し、文書、詩意のものを伝送して、城に至らしめ、査索するを得ず、まあ、こうあるわけですね。そうするとここが新田なんですよ。いや、これでここが中山なんです、剣岳なんですよ。でこれ私いつも言えるでしょ。で神宮皇后がこのまた後の時代4世紀に新田津に船乗り船と付きまてば潮向かないぬ、今は小切れなと呼んだ場所もここだって私言い切ったわけですよ。
そして魏志倭人伝はこういうルートで来てますよということで、私はどうしても高派の国が大和の国だって言うとるわけです。この今まで言うてきたこと全部がつながると、大和武尊皇は五つ国の一大卒の長官、五つ国の国王だった。だけど本来は卑弥呼の正式の跡継ぎの壇王ではなかった。しかし国中服しなかったとあるから、鞍手の一大卒の長官であった、国王であった大和武がお前なんかに任しとけるかってやっつけに来たということをやっぱり想定したわけですね。なんか面白いけどちょっとまだよくわからない。つというのがここでしょう、うん、いや要はもうあのどうしても息のあそこが一大卒に思うとか、つはねもう絶対そうと思えたけど、うん、よく考えたら僕もつですよ、全部つです、周り全部つです、つばっかりです、うん、赤村だって十津川です。いやいやこれはこれが新田津跡です。でこれもう20メートルか30メートル土砂が埋もれてますね、うん、この表面は実は標高0メートルです。標高0メートルまで土が埋まってしまって、今きれいな田んぼになってるわけですね。ここ見事に右は線があります、渚線が。いやもう間違いなくそこが奇数ですね。これの背後が剣岳です。いやもうまさしく女湾であれやからね。だから私が言うところの、だから日本主義出てる大和武は実は卑弥呼と一時期同じ時代生きてますね。豊と同じ時代生きたかどうかは私確証を持ってないんです。だから面白いのはその、例えばその国知彦っていうか、その、うん、国知彦が稽古をやったとしたら、まあ、時代的にも合うし、大和国の人ですね、和国の人ですね。で壇王でいろいろ卑弥呼が死んで揉めたというのも、まあ、時期的にも合うし、ぴったり合ってますね。あの大和政権というか、そこの話としてしか考えてなかったけど、そうじゃないと考えたら、当然ここで起こっていろんな複雑な争いのことというのも非常に納得いきます。そうですね。でこれもあの、ね、あの別でまた書いてあるんです。これはもうさっき新聞記事になった通りですね。これ新聞記事です、はい、だから剣岳を発した大和武尊皇が伊勢神宮天正宮を拝んで草薙の剣をもらって、で川上武尊をやっつけに行ったと、こうなるわけです。だから僕の分からんのは、なんで大和姫がその大和武尊にその三種の神器を、雨の村雲の剣をやれたのかっていうのがよく分からん。だから天の村久保の剣が卑弥呼のところになくて、なんで天正宮にあったかって私も分からんとですよ。だから天の村久保の剣っていう、でもの後のこの中山の八剣神社には、天智天皇の時に草薙の剣を一時保管しよったという伝承が残ってるでしょ。だから絶対あの恩賀の八剣神社とか剣神社というのは草薙の剣と無関係では絶対ない。いや無関係はないの。もともとここにあった、もうあの剣神社の由利小学からすれば、もういわゆるさっきの浅田彦のか関係の管理者が、あの剣神社を作って、もう全部つながってるんですよ。つながります。だからその剣神社の若い今のこの宮司になったあの、ね、高山君はもうここで整列しとったんじゃないかというふうに言って調べてた。それで伊勢神宮ってこう出てくるのが、やっぱりどう見ても私にはこう天正宮、これは水仁天皇記であるんです。だからもう天正宮ですからね、もう間違いなく、そう、天照の宮ですから。で神話のところで、あの草薙の剣は佐野の御事から天照大神に伝わったって献上したってあったでしょ、うん、だからここの天正宮にあっておかしくないんですよ。